どうも皆さん、こんにちは。こんばんは、ゆこるです。今回なんですけども、少し遅れましたが、母の日ということで、新キャラクターのこちら、カーネーション使っていこうと思います。はい、このキャラですね、スキルブーストニコマチャの27段変身とだいぶ変身したい重いキャラクターになっております。はい、変身後はこんな感じになります。こちら、バインド封印お邪魔プラス、10強2つ無効感2つ卑劣2つで、副属性も非なんで火力はだいぶ高いキャラになってます。スキルも2ターンで打てて、1ターンチーム内のダメージ無効感値の覚醒数に応じて攻撃力が上昇、水と光ドロップを火に変化が2ターンで打てるって感じになってます。火の大量供給に加えて、エンハンスも持ってくれてる優秀なキャラで、リーダースキルもですね、火の6攻撃してダメージを半減、攻撃力が10倍、4コンボ加算、火の全パラが 1.8 倍と、1段階変身のくせにめちゃめちゃ強いんですよね。ということで今回こちらのディアナ実際にリーダーで使っていこうと思います。はい、ということで編成紹介です。まずはこちらジェノスですね。ジェノスはリダチェン体制で、グランディス装備継承してあげてます。はい、まあ変身後ね、超つなげして火力出して卑劣もあって、スキルも2ターンでね、自分の攻撃力3倍に北闇を火に変化っていうね、大量生成持ちなんで採用してます。リーダースキルも火の HP と回復 1.8 倍に火の6攻撃してダメージを半減、攻撃力25倍、固定300万ダメージと、めちゃめちゃディアナと相性いいんで採用してあげてます。はい、で強力です。まあ火属性の軽減ループといえばもう強力ですね。これから火属性パフにおいてはかなり活躍してくれると思います。今回ももちろん入ってます。スキルプラスに上限解放に遅延2つ、そしてメナー装備継承です。で続きましてこちら、トドロキですね。スキルブーストプラスに上限解放にこちらアバン装備継承です。はい、無効感に7強打つ持ちで火力だいぶ高くてね、スキルも3ターンダメージ吸収無効入ってますので採用してあげてます。そして、ゴーザンズ妙王です。7強に毒目覚め耐性。そして、こちら、ボロス装備継承で、序盤の属性吸収無効対策。そして、ヘイスト要因で使っていきます。はい。そして、シエルです。10コンボ強化、上限解放、遅延2つ。そして、アマテラスですね。まあ、操作負荷、チーム HP、チーム回復十字はもちろん、このスキル自体もね、ボス階層とかのね、覚醒無効回復とか、あとは、まあ、道中での覚醒無効回復としても使えますので、採用されてます。っていう感じの編成になっております。はい。まあ、という感じですね。今回はこちらの編成を使って、裏木工場で遊んでいこうと思います。実際に使っていきましょう。さあ、ということで1階層からやっていこうと思います。いきましょう。まずは1階層、強力継承のメナー武器を打ちます。はい。メナー武器からのアマテラス武器打ってあげて、さらにアバン武器打ちましょう。はい、こんな感じで1ターン耐久してからアバン武器打ちます。はい、アバン武器発動してあげて、でまた1コンボ繰り返してディアナ変身していきます。はい、でディアナ変身してあげてからのジュノス変身からのボロス武器からの突破です。はい、で基本的にこの編成は無効感は組む必要ないので、こんな感じで超つなげし組んでいく編成になります。必要な場合のみ無効貫通って感じですね。そもそも無効感対応してるのがトドロキとシエルぐらいなんで、で他のキャラはね、21億なんで別に無効感組む必要がないので、裏木工場の場合はなので、まあそうですね、シエルとかトドロキの火力を入れたい場合のみ無効感って感じかな。で2階層ですね。ここは距離打ってあげて指延長と軽減ループ発動です。からのここはジェノス打ちましょう。じゃあ火力見てみたいんだけど、どんぐらいなんだろうか。あと盤面のドロップの供給量に合わせてスキル使い分けれるとめっちゃいい感じなんですけど、まあ、ちなみに、ディアナが水光を火に変えて、ジェノスが木と闇を火に変えるんで、まあ、相性としてはもう素晴らしいほどにいいですね。片側でね、必要な2色とこっちの2色が全く違うっていう、とんでもなく相性のいい2人になってます。水光と木と闇って感じで。これすごいよね。なので、この残ってる色ですね。この盤面にある色を残しておけば、これで確定で火力が出せる。次の階層でね、火力に変えれるっていうのはとんでもないですよね。で火力はこんな感じで、もうほぼ全乾燥に近いですね。まあ、ディアナとかジェノスの副属性だけは乾燥してない。ちょっとディアナの副属性見てないの。まあ、ジェノスの副属性は乾燥してないけど、まあでも十分な火力は出てますね。で3階層です。ここはジェノス打って、からのゴーダンズ妙王を打ちます。で余裕があれば十字組みたいんですけど、今盤面の供給量は17なんで、まあ、この場合は別にこのまま列でいいでしょう。であんまり別にね、十字の意識は持つ必要ないです。そんなに6コンボ超つなぎして6コンボかな、多分枝豆が2個だよね、この編成。あれ枝豆1個、そんなことある。枝豆1個か。あ、そっか、4コンボ加算と枝豆で1コンボ分か。そうか。なるほどね。
待って、これちょっとわからん。これが火の可能性かける。うえー全然違かった。まあ11コンボ組んで殴っていきましょう。超暗闇消したいけど消すのむずいな。まあ別に4ターンだしもう消さんでいいか。はい、4階層です。ここはアマテラス武器打ってあげて対策していきましょう。テナス打ちます。アマテラス武器打ちます。さあ組めそうなら十字いきましょう。ただ指そんな長くないんで、まずは爆弾処理優先していきます。あー惜しい、間に合わなかった。あと1個やったのに。おい、こんな超つなげ仕組みながら十字は超クライミ状態だとむずいな、意外と。はい、で5階層です。ここはディアナ打って殴っていきます。もう本当に火力高いし使い勝手いいんで、指7秒なんですけど全然パズルも追いつくと思います。マジでパズル難しい要素もないんで、ほとんど。さあ、ついに十字チャンス来ました。頼むよ。ナイス、素晴らしい。これでやっと、やっとですね、やっと。あれあれ、ちょっと待って、あれ、なんか俺十字組めてなかったらしい。あれ十字組めてなかった。多分繋がってたな今。じゃあもういいや、もう十字はいいです、諦めます。めんどくさくなってきた、ちょっと。はい、これで6コンボ加算。あ、でもまあ倒せんじゃね、言うて。うん、言うて10コンボなくても倒せはするね。上で6コンボだから、枝豆1個分の含んで。だからあれだね、盤面で、まあそうだね、下で、下側で4コンボ組む必要があるから、お邪魔とか降ってくると意外と枝豆を利用しないと盤面危なかったりするね。ただ枝豆あれば大丈夫だから関係ないけど。で、ここは轟き打ってあげて、まあもう打っちゃいましょう、ディアナも。もったいないってこともないしな。わかんねえ、パズル。これで超つなげしたもんね。うん、いいでしょう。これで超つなげしの10コンボなんで、全然 OK。で、削っていきます。あ、ゴーザンで打ってないじゃん。ゴーザンで打っとこう。ゴーザンで打ちます。はい。あれ？スキルがない。とりあえず、どうしようかな、スキルがないの。一人撃っちゃおう、ここで。あ、ちょ、お風呂が開いた。いや、どうしよう。あ、俺、めっちゃ勘違いしたわ。轟き撃ったけど、結局遅延食らってるから、このジェノスかどっちか残しておかないと危ないね。まあ、ただ今回は火の6消しがあったんで大丈夫って感じ。ちょっと危なかったですね、普通にこれ。どっちとかな、ジェノスに、いや。いや、何しよう。で、これで固定を1で倒していきます。はい。あれですね、トドルキュッとターンはできれば、まあまあまあ、温存できればいい感じですね、スキルは。ちょっと注意してください。一応意識持っといてもらえればなと思います。はい、固定を1で倒していきましょう。さあ、続きまして、7階層です。まあ、なんとかなったんで、OK ですね、別に。で、の吸って、超つなげして殴っていきます。一回超つなげしてサボるとね、次またあれなんだよな。枝豆がなくなっちゃうからコンボ数が足んなくなるから嫌なんだよな。まあ、ただ、ガチャドラは一発目は柔らかいんで。はい。で、この後ディアナ打って10コンボ組んでいきましょう。枝豆1個なんですけど、これがあるだけで10コンボの確率めちゃくちゃ上がるんで、枝豆の供給というか、まあ温存は大事ですね。はい、これもしっかりと上で7コンボなんで、10コンボちょうど組んであげて倒していきましょう。OK! いや、ちょっと待って、ディアナの火力見たいな。まだ見てないんだよな。パールは、ゴーザンズ目を打って、正方形なしで3、4割削ってから、その後正方形で倒します。はい。まず、ゴーザンズ打ちます。で、超つなげし全力で削りましょう。いきます。これで10コンボです。複属性強い。え、ちょ、おい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 。
おい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 、ふざけるな、ふざけるな、さ、なな、な、なになになに、強すぎ強すぎ強すぎや、まだよ。ででも取りましシールって耐久しかないから激減張れます。うえ、やだな、シール打つのアマテラス武器なくなっちゃうから安定感一気に減るんすよね。はい、で恐竜も消えちゃうんでね、恐竜はまだいいんですけど、残念。ジェノス打ちましょう。はい、あ、蝶つなぎして倒せるでしょう、さすがに。さすがに倒せると思うんで、まあこれでご了承していきます。11コンボ、あ、マジか、シール使っちゃったのちょっと痛いな。あの10階層のなんだバルディンとかも罪になっちゃうんで、ちょっとこれはまずいっすね。まあパールの時はちょっと蝶つなぎして組むかどうかは気をつけてください。はい、濃厚に殴りすぎたわ。まあ、いい感じに調整して無効眼訓で突破が理想なんでね。はい、さあ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 、もう頼むよ頼むよ、2分1 2分1ふい、うわー、最強最強。その他はここのバルディンさえ避ければ実は大丈夫なんですよね。あとはなんとかなる気持ちで。おい、そもそもヒドロップ足りんけど、ヒドロップ足んない。枝豆消しちゃったからちょっと嫌ですね、これは。これどうせ倒しきれんとは思うけど、一応全力コンボするかね。さすがに倒しきるのはき、おい、ロックはやばいって。なら一回ちょっとついでにこれで超暗闇解除しとくわ。超暗闇解除しといてで、かつ殴り、オッケー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 。おい、次キーロックやん。全然オッケーちゃうって。ロック解除はでもそうね、轟きしかないし、轟きは絶対に打たへんから、うん、ジェノス打ちますか。なんかめちゃめちゃこれあれやねんな、タイミング悪いんよな。今回ジェノス打つやん、で次打つのがまたディアナやから光ロックかかって、その次またジェノスやから闇ロックかかってっていう、この最悪な、毎ターン確実に片方ロック食らうっていう、うぜえタイミング。なんならもう倒してくれんかな、この10コンボで。無理かな、さすがに。えさあ、ということで帰ってまいりました。11階層ですね。ここは蝶つなぎしを組んで殴っていきましょう。よいしょ。はい、これで、まずは4条具だっけ、こいつって防御力。いくつだっけ ?33 億ですね。33億出して殴っていきます。ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って、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 はい、素晴らしい。100点。蝶つなぎしていきましょう。硬すぎんねん、ちょっと。さあ、10コンボ一応組んでおきましょう。あの、別に耐久できるんで、あ、ナイス、倒していく。倒せんくても大丈夫やけど、倒していく。機能12と3とかで、ガンガン火力出せますね。あの、やっぱ、たこ焼きもあるんで、この編成6個。2セット組めるとやっぱ全然軽く上がりますね。はい。で、フェンリルは2パンです。ディアナ打って2パン。2パン2パン。さあ、これで超つなぎし含む11コンボで殴っていきましょう。おら、いや、意外と微妙。なんか2パンできなそうな削り。何これ、
本当に2パンできるのって感じ。今自分に問いたい。俺火の落ちコン1セット入れたら多分、いやこれできないって多分。え、発狂だけやめて、発狂だけやめて。うんうんうん、いいよそれは、発狂だけやめてね。よし、ナイス、バーガー。で、次石で倒します。え、超つなげ宿命じゃんこれ。誕生化無効とかもうこの編成においてはね、大して影響受けないんで。まあ、郷里、とどろき、シェールだけ受けますけど、他のキャラは火力入るんで。はい、こんな感じで普通に倒せます。さあ、続きまして、13階層です。13階層はですね、必ずとどろきが必要になり。まあ、まだいいわ。うん。焦るほどではない。ジェノス打ちます。まあ、別に半分時、とどろき打ってから、うん、ジェノス打てばいいし。ルーレットないからまずいな。まっつい。めっちゃまっつい。どうしよう。どうしようこれ。まっついな。まっついけどもう気づいたところで遅いんだよな。トドロキのアシストが溜まっていることに。いや、でも、なんとかはなるだろう。ならないな。絶対にならない。一回無効感でとりあえず、12コンボ？もったいな。無効火力で殴ります。半分いかない？それはそれであり。4コンボ加算なんでこれで多分半分までいくと思います。10コンボ OK。 うわ苦しい。いや、いやはや、シエル行きましょうか。シエル、うん、シエル打って、お、めっちゃ頭いい。これシエル打ってジェノス打ってずらしやね。うん、でこれで1ターン耐久して、でからの距離打って、でアバン打っておきましょうか。エイストで、ジェノス打って、無効感でいきます。え、絶対突破、絶対突破。いけ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 。絶対いける、絶対いける。12、13、絶対いける。ナイス、これで倒していきます。完璧。さあ、14階層です。ラファエル。ま？俺、こいつ、地味に初めてやねんけど。ラファエルの HP は150億？柔らか。めっちゃ柔らかいよ。さすがにあれか、運営も人間だったんだな。さすがに200億とかにはできなかったらしい。はい、これで12コンボ、11コンボです。はい、軽くワンパンしていきましょう。150億の防御ゼロなんで、余裕ワンパンですね。で、15階層です。天才に関しては、まあ普通に全力コンボで殴っていけばいい感じかな。あの、まあ絶対にこいつのいいところとして、もう 100% 上限に入らないんですよ。ダメージ無効に引っかからないんですね。絶対に。だからもう毎ターン超つなげし殴ってって OK です。うん。で、ここもルーレットで殴っていきましょう。ルレットはね、うざいんですけどね。頑張りましょう。行きやす。4、5、6。はい。まあ、これでいいでしょう。悪くはない。で、一旦半分まで失礼します。はい、すいません。失礼します。で、あー、若干エンハンスか。そっか、タイミング悪いな。まあ、ゴーザンズ打って、火消せるようにして、ジェノスで、まあ、一旦削れましょう。ちょっとこれ、運が悪いけど、しゃーないから、これで、12コンボ、13コンボ。まあまあ、最低限。いや、ちょっと ルーレットやめてほしいな。ルーレットむずすぎる。またなんか、最悪の配置や。こういう時は何も考えずにノータイムパズル。OK。で、これで10コンボです。
はい、このまま突破していきましょう。15コンボで倒していきます。 OK、 いいですね。やっぱレッツパーティー使いやすくて。さあ続きまして、ボス。まだ恐竜は残しておきます。無理に打つ必要ないから。で、闇ヘキソなんで、こっからシェールは絶対温存です。ロック対策は轟で行っていきます。絶対シェール温存の意識大事。もう何が何でもシェールは使えません。半分での覚醒無効外交を返せるのがシェールしかいないんで、ここからはシェール打つと負けになっちゃいます。でまずは12コンボでひたすら殴っていきましょう。ここは確定3番でいいと思います。はい、これでまた殴ります。11コンボされるよね、軽く。ナイス。まあ、そもそもジェノスで足りてるんで大丈夫そう。 3.5 秒ですね。ちょっと怖いけど、まあ組めるでしょう。はい、これで超つなげし含む。あ、9コンボはまずい。ナイス、落ち込ん。10コンボ。さあこれで右側倒していきます。さあ次真ん中、この火力よ。しかも指が短いからパズルが快適でいいわ。逆に短い方が快適なんよね。なんか長いとさ、タラ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 パズル組んじゃうじゃん、どうしても。短いと諦めつくから。そう、無駄に組む必要がない。さあ、ここも11コンボです。で、これで殴り。で、からの次、盤面ロックですね。盤面ロック食らっちゃうんで、ここは轟で対策していきます。で、かつ、打ち合わせれないように、距離必ず打っておきましょう。で本当はね、これにディアナ合わせれれば初手から全力で殴れるんですけど、ディアナ合わせられないので、まあ、一旦ちょっと盤面殴り、まあ、ちなみに火6個欠損した場合はディアナ打つか、神に祈るかどっちかですね。うえー、やっぱ列撃したと硬いですね。言ってもディアナ打ってゴーザンズ打ちましょう。ここは回避力かどっちみち危ないので、ゴーザンズ打ってあげて思いっきり回復していきます。はい、これで10コンボです。11コンボでジェノス。はい、ジここもしっかりと超つなげし入れて10コンボナイス。で、ここもディアナ打ちます。あー、ルーレットはやめてよ、もう。あ、でも回復欠損してるからラッキー。こいつ自分のルーレットで自分の首絞めてますやん。さあ、これで10コンボです。ナイス。欠損対策としてはめちゃくちゃありがたかった。でもルーレットうざい、やっぱり。ここも超つなげし。ひたすらもう無我無し、もう無我夢中に超つなげし。でね、あんまり水とか光温存しとくと今度回復欠損しちゃうんですよね。だから毎ターン全力火力出していくの結構大事なんですよね。さあこれで半分時です。しっかり距離軽減合わせてあげて殴ります。で、超暗闇はね、十字3つ分必要なんですよ。で、さすがに十字3つはめんどくさいんで、まあさすがにもう超暗闇無視でいいでしょう。から解除しに行くのもなんかなって感じなんで、めんどくさいし。さあここもしっかりと超つなげし列げしの11コンボです。12コンボ13コンボいい火力。さあここもジェノス打ってあげて超つなげし、かつまあ回復は3個消しですけど、まあ言うて追いつくと思うんで12コンボはい、これで殴ります。オッケーオッケー、いいよ。マジで強いな、本当に強いな。いや、木は素晴らしい。水だけめんどくさい。ロック対策はできてないんで、ギアナ打ってあげて殴っていきます。轟が溜まれば一応ロック対策にはなります。はい、いい。11個ま欲しいな。なんかあんま良くないしな。これで
あんま良くないパズルですけど。9コンボ、10コンボ、ナイス落ち込む。でも相手が木なんで削れはするね。水にある気がする。お、火ま？でこ。現象は強断ぜ。ヒヒヒヒヒヒ。お、全部火やん。何やこれ。あーなんか発狂入りそうだな。ちょっとでもこれちょっと嫌ですね。ちょっとこの10コンボやりすぎ感は否め。あじゃあ倒せ、じゃあ倒せ、いけ倒せ。さあということで今回はですね、ディアナとジノスを組み合わせて裏木工場で使ってみる動画でした。この二人結構相性も良くてね、うん、まあ普通に裏木工場ぐらいならボコボコにできる性能をね持ってくれてると思います。はい、すごいね、あの使い勝手も良くて楽しい6号リーダーなんで、よかったら使ってみてください。ということで今回の動画終わりになります。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。